皆様おはようございます。ニュースチャンネルへようこそ。今回のテーマをお送りします。エグジット兼近、方法が違えんじゃないか。フェミニスト議連の VTuber 抗議に疑問を提示。警察署とコラボレーション動画を配信するも、フェミニスト団体の抗議を受け、動画を削除することとなった事態を16日のアベマプライム、アベマ TV が特集。すると、フェミニスト団体の抗議に MC であるエグジット兼近大樹さんが首をかしげるシーンが。エグジット兼近、VTuber のフェミニスト議連抗議に疑問。16日、先日警察署とのコラボレーション動画を公開したものの、フェミニスト団体の抗議を受けてその動画を削除してしまったことで注目を集めた VTuber をアベマプライム、アベマ TV が特集。賛否が相次いでいる話題に、エグジット兼近大樹さんが持論を述べました。これは千葉松戸警察署と松戸のご当地 VTuber である途上理科が交通安全の推進動画でコラボレーションをしたもの。しかし、その途上理科の服装に全国フェミニスト議員連盟が女児を性的に描いていると抗議。結果動画は削除されてしまったことに対し、兼近さんはこれね、3CJP すげえ難しいと思ったんですけどと厳しい表情。警官の制服を着て出てくれていたら何の問題もなくと見解を示した一方、だからといってあの衣装が性的かと言われたら僕はそうは感じなかった側の人間とも。あれ見て女性でコンプレックスに思ってる人とかはやだなとか、なんであんなクソをするんだよと金気持ちになるのはわかりますけど、フェミニスト議員連盟。女性が生き生きと生きることができるあらゆる環境づくりというのが、目的は素晴らしくて僕も理解できるし、手伝ってやりたいと述べつつも、ただ、僕は方法が危ないと思っていてと全国フェミニスト議員連盟の手段に警鐘を鳴らしました。これでまた活動が狭まるとした上で、これで分断になって正しい活動をしているのに、お前、フェミニストだろ?って逆側の意見の人たちが騒ぎ始めると思うと、女性活躍の声が妨害されることを兼近さんは危惧。目的は素晴らしいのに方法がちょっと違えんじゃないかってと全国フェミニスト議員連盟の抗議の声に疑問を投げかけると分断が起こるのが一番悔しいと表情を曇らせました。私も苦手女性からも戸惑い。全国フェミニスト議員連盟が言った VTuber への抗議に対し手段が違うと主張した兼近大樹さん。その後は女性が女性の活動についてお前それ男性側だろって言ってるようなもんじゃないですかとも持論を述べ続け、最後はちゃんとしっかりそれを知らないと、知らないことは本当に危ないことなので僕らが知っていくことで向こうも知っていくことが大切と歩み寄りの姿勢を強調しました。すると兼近さんのコメントに番組を見ていた女性視聴者も反応。まあその通りで、自分たちの主張を押し付けすぎた結果人権侵害が生じているということですよね。私も行き過ぎているフェミニストは苦手です。3CJP 何でも女性がって言わないでほしい。兼近が一番冷静。ここで議論してほしい。などと全国フェミニスト議員連盟の抗議には戸惑いの声も。女性からも苦言が相次いだ全国フェミニスト議員連盟による VTuber への抗議。しかし、最終的には、兼近さんが締めくくったように、お互いの気持ちの落としどころが必要になってくるのだと思います。今回の内容ここまで終わりました。あと他の内容を参照してください。ありがとうございます。